バスガマとファンサポーターの皆さん、アカデミー時代から合わせると9年間本当にお世話になりました。この生まれ育った地元で、そして、僕を育てていただいたロアス熊本というクラブで、プロ生活をスタートさせていただくことができて、本当に嬉しかったですし、この3年間は僕にとってとても幸せな時間でした。そうですね、やっぱり一番思い出に残ってるのは初めて光を聞いた瞬間っていうのはすごく印象に残ってて、今でも聞いた瞬間に鳥肌が立って、涙が出てきたのを本当鮮明に覚えています。また、ゴールを取った時のスタジアムの皆さんの歓声だったり、僕のユニフォームを着てくださってるサポーターの方、そしてゲーフラを掲げてもらってる掲げてくださってるファンの方とか、本当に忘れられない思い出が多いですし、本当にたくさんの方に、支えられて、こうやってロアス熊本でサッカーができたことを本当に、幸せに思ってます。まあ、今シーズンは特になかなか試合に絡むことができず、皆さんの前で、プレーをできなかなかプレーできませんでしたが、本当に自分としては、日々の練習の中で課題を持って取り組み、本当にいろんな面で成長をすることができたというふうに思っていて、そういった意味ではとても充実した1年でした。まあ、ただこうやって結果を残せなかったというのがやっぱ本当に心残りなことではあります。まあ、ただこの3年間で本当に多くの人と出会い、そして、多くの人に支えていただき、大好きなサッカーができたことを非常に嬉しく、本当に、自分の人生の中でも忘れられない3年間になりました。これから先のことはまだ決まってないのですが、ぜひスタジアムに帰ってきた際は温かく迎え入れてほしいです。まあ、ここ近年なかなかロアス熊本は結果を出せていませんが、やはりもう一度このロアスに関わる全ての人が、熊本にこのロアスがある意味というのを再確認して、県民の皆さんにとって本当に必要な存在になっていけるように、本当に価値のあるクラブにしてほしいなというふうに強く願います。それには、僕たちその選手が頑張るということもまあ一つですし、あとはやっぱりそのサポーターの皆さんの力っていうのは本当に、大事になってくると思うので、ぜひロアス熊本を今後とも応援してください。よろしくお願いします。まだまだ僕の人生これからなんで、もっと上を目指して、前向きに僕らしく頑張っていきたいと思います。本当に3年間ありがとうございました。またどこかで皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます。それではさよなら、ありがとうございました。